イチローを見ないのか。7年ぶりにイチローが凱旋。今年のメジャーリーグは日本で開幕。イチローとはマリナーズでチームメイトだった岩隈久志、今シーズン日本球界に復帰、巨人に加わった。その岩隈が語る、イチローを見なきゃいけない理由とは。レジェンドですよね。もう生きるレジェンドですよね。年齢を感じさせない動きと、まあ、野球に対する姿勢であったりだとか、プレーではない部分を見させてもらってるんで、すごく一流な方だなって感じてます。凱旋するイチロー、期待するのはもちろん、プレーを生で見れるっていうのはなかなかないことだと思うので、ヒットが生まれるところをね、すごく期待のできる日ではないかなっていうふうに思ってます。